すごい石段だな、これ。頭の髪の毛に感謝する日があるみたいで、まだまだ登るね。あ、なんか城の石垣って感じの、ほら、へえ、ここは公園の駐車場っていうところだな。天守閣徒歩4分。すごいね。いや、すごいね、ほんとね、ここね。石垣がすごいですな。今動画回ってないとこでガッちゃんは石垣と言いました。正しくは石垣です。石とさ、木がさ、コラボするとさ、一気に神秘的になるよね。今わざとだよ。これあれだね、天守閣に行きそうな感じの、じゃあ行こうか。お、天守閣の文字が出てきたよ。おお、こっちだね。あ、まだあるよ。本当だ、結構高くない？すごい登ってるんだけど。うわぁ、すごいけど独特だね、形が。お城っていうよりもさ、下のあの階層がさ、竜宮城みたい。あ、こっちはしっかりしてる階段だね。ね、すごい整備されてる感。うわぁ、すごい、すごい眺め。トンビと同じ高さだよ。ね。ほら、竜宮城みたいになってるの。なんかね、ちゃんと天守閣って書いてある。ある。うわ、入れるよ。へぇー。おーい。うわ、綺麗だな。うん、さっき洲本城から見えてた海水浴場に来て見てます。ああ、どうだ、あの辺がお城だ、ね、さっき行ったとこだよね。さっきあそこからこっちを見てたんだね。ああ、面白い。いや、でもこっから見ると凛々しいよね。でもね、そしてさ、やっぱさ、うん、すごい高いところにいたんだね。ね、高いね。うん、昔はさ、ここから攻めようとか、ね、攻められないようにとか考えたんだね。かっちゃんとか絶対攻めるの諦めるでしょ。あ、無理無理、諦める。だよね。うん、いやー、すごい急勾配だね。なんかトトロとかに出てきそうな感じの雰囲気。見えてきてた。タイムスリップしたみたい。もう一回ちょっとあのでかいところ行ってみようよ。うん、なんかいいね、ムーミンになった気分。え、ムーミン。ほら、見える黒いの。最近ほらバーベキューとかさ、やってるからさ、ここで火起こした炭の跡かな。そうだね。なんか、ね、土器らしきものも、ね。おお、これもすごい立派だね。ね。よし、ちょっと入ってみよう。はーい。お邪魔しまーす。お邪魔しまーす。よいしょ。おお、こうやって運んで火を焚いていたのかな。ね、ああ、うん、住んでいたというよりも工場、工房だった。うん、だったんだね。ね、だからこんなに広いんだよ。ああ、そっかそっか。で、飲み食いするようなさ、設備がないじゃん、この中に。うん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 。
ザーナーギ神宮、はいね、やってきました。イザーナギっていうぐらいだからやっぱ日本書紀に関係する歴史があるんだろうね。うん、なんかね、うん、日本書紀では、うん、イザナミとイザナギの2人がいろんな神様を作ったっていう話があって、その後、まあ、いわゆるお疲れ様でしたと、ほうことで、あの最後過ごした地がここだったと、あいうことみたいですね。そうなんだ、はい。がさ伊勢神宮に似てるね。うん、そうだね。アマテラス大神向こうは、うん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 、そのまたお父さんお母さんに当たるから、うん、とそういう雰囲気が感じるんだろう ね。頭の髪の毛に感謝する日があるみたいで、業界では多分有名なリーブ21さんのなんか感謝する日があるみたいですね。はあ、なんか上がりたいとこですね。皆さんもあの代わりにちょっと頭の方に、ちょっと気になる方、少しでもお手伝いできたでしょうか。メオトクス、メゴトのオークスだね。いやー、これもまた立派なクスノキだね。ね。うわー、すごいね。すごい祀られてる感が。うん。どうでしょう、このスケール。いやー、半端ないですね、これ。